第13回ホッケチャンネルの時間でございます。どうぞよろしくお願いいたします。法華経の一字一字を仏様の人格体と同じであるとする信仰があります。それは法華経の一つ一つの文字がすなわち仏であるということです。法華経の一字一字が真実の仏様であり、それが私たちに利益を与えてくださり、仏道が成就することから法華経に帰依を捧げるということになります。今日は天台大師智の作として伝えられている略法華経を取り上げます。なお、この略法華経は長経下とも呼ばれることがあります。それでは原文を拝読した後に現代語訳を挙げることといたします。慶守妙法蓮華経サッダルマフンダリキャ一筆八軸七七本六万九千三八子一一文文是神仏神仏説法理主上主上怪異上仏道古賀長来法華経。それでは現代語訳に移ります。深く礼拝し帰依をする妙法蓮華経サッダルマプンダリーカという絶えなる白い蓮華の教えに、この妙法蓮華経は一つの包みであり、八つの巻28の本から構成されています。そして69,384字からなっています。一つ一つの文字は真実の仏様なのです。この仏様は教えを説き、私たちに恵みを与えています。その仏様の導きによって、人々は皆すでに仏道を成就しているのです。それゆえに私はこの法華経に対し五体を統治し再敬礼をいたします。さて次には御遺文に見る略法華経の引用についてですが、日蓮聖人が書かれた法蓮章という遺文があります。建治元年1275年、日蓮聖人が54歳の時に書かれたものですが、ここに略法華経の引用がありますので、御遺文拝読の後に現代語訳を挙げることとします。天台の曰く、慶守妙法蓮華経、一筆八軸七七本、六万九千三八子、いちいち文文はこれ神仏なり、神仏の説法は主上理す等と説かれて候。現代語訳です。天台大師は略法華経の句において妙法蓮華経に帰依したて祭ります。この経は一筆八軸であり、28本六万九千384文字からなるのです。その一つ一つの文字がそのまま真実の仏様の人格体であって、この仏様が法を説いて主上に利益を与えるのですと記されているのであります。以上、今日は天台大師の一一文文是神仏を取り上げました。私たちが日々のお勤めで拝読をしている法華経の一字一字は仏様そのものであるというのです。さらにはその仏様の説かれた教えこそが私たちに恵みを与えてくださることになります。このような立場は日蓮聖人も踏襲されており、法蓮章に確認をした通りです。次回第15回の予告として、
法華経の実証ということを取り上げたいと思います。伝教大師最澄が書かれた法華宗句を挙げ、法華経が他経と比べて優れている十のことについて考えることといたしましょう。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。